サッカー韓国代表が、ファンウィジョとイスウの連続ゴールでイランを下し、ベスト8に進出した。キム・ハクボム監督率いるユ23韓国代表は23日、イラン代表を相手に2018アジア大会男子サッカーベスト16戦に臨み、ファンウィジョの先制ゴールとイスウの追加点で勝利を収めた。これにより、 韓国はベスト8に進出。来たる27日、ウズベキスタンとベスト4進出をかけて対戦する。なお、ウズベキスタンは香港に3例で干渉した。